夜半から吹き荒れた風は今朝もうなるような響きを繰り返しています。何台かの車がね、夜中にやってきてトイレに出入りし、さらに風の音に脅かされて寝不足の夜明けになっちゃいました。たくさんの濡れた衣類はいかんともしがたく、雨は降ってないんですが濡れたままのレインウェアを着て出発をしました。歩き始めると次第に霧に閉ざされてきました。美しの塔を過ぎてからはね、すっかり周りを白い霧に取り囲まれて、ほとんど何にも見えません。時折ね、風が霧を吹き飛ばして、その瞬間に草を這んでいる牛の群れが見えたり、大賀島ホテルが見えたりしました。美しが原の道はどこも緩やかですけど、大賀島ホテルの手前だけややきつい上り坂になっていました。その坂を上り切ると大賀島ホテルの玄関です。その前を通り過ぎ少し行ったところが美しが原の最高峰大賀島、周りは白い闇です。帰りはね、アルプス展望コースを通ってみようと足を踏み出した途端、強風にザックカバーが飛ばされる。ひょっとしたら自分が飛ばされるかもって思わされるような強風にひるんで、元来た道を変えることにしました。霧もやっぱり霧の中です。それでもね、山本小屋に近づくにつれて霧が姿を消していくようでした。標高2000メートルの高原は寒い。ホットミルクで体を温め、美しが原を後にしました。つづら折れの急な下りが続きます。ブレーキを握る手が痛くなります。道が緩やかになってくると VC 温泉でした。上田駅前はね、去年も通ったところです。翌年の大河ドラマは真田幸村ってから、駅前の幸村像も喜んでいることでしょう。長野までゆっくりと進み、ネットカフェに入ったのはもう真っ暗な21時過ぎていました。